60秒の CM をリアタイするために3時間の番組を見る私たちって可愛くない ?60 秒 CM でファン歓喜。平野翔の高速ラップは本当 ?5 月。それは私たちファンにとって忘れられない月となりました。3時間の番組をじっと見守る理由はただ一つ。そう、あの60秒の CM を1秒たりとも見逃すまいと。 固たを飲んで待ち構えていたのです。画面に現れたのは眩しいほどの笑顔を輝かせる平野翔くん、神宮寺勇太くん、岸優太くんの3人。ビアボールの CM は彼らの飾らない日常を切り取ったような自然体の魅力が溢れていました。淡い黄色の優しい光に包まれた映像はまるで彼らの隣で、 一緒に楽しい時間を過ごしているかのような錯覚に陥ります。ダブルピースで画面いっぱいに広がる平野くんの笑顔、ダーツに真剣な横顔、サングラスからのいたずらっぽい上目使い、ああ、もう、かわいいがすぎる。彼の魅力に私たちファンの心は完全にノックアウトです。三人の中の良さが画面越しにも伝わってくる、まさにリアルな姿。 いつものようにじゃれあい、笑い合う彼らの姿は、見ているだけで心が温かくなり、自然と笑顔が溢れてきます。まるで、私たちも彼らの輪の中に入っているかのような、そんな幸せな気持ちにさせてくれる CM です。しかし、この CM の魅力はそれだけではありません。彼らのバックで流れるのは、耳に残る心地よいメロディー。新曲、ノーイエスは、 平野くんの進化した歌唱力が存分に発揮されたハイクオリティな楽曲です。雑誌の1ページを切り取ったかのような美しい映像と共に流れる音楽は私たちの心を強く引きつけ夏の到来を予感させます。絶対にクリームソーダビアボールやります。ノーイエス早くフルで聴きたいです。この夏エンリピします。ダブルピース翔くん世界を救います。 キシ君の買ってきたよ。画名に安心できて好きそこジン君は濃い目もいけちゃう。ファンからの熱いコメントが止まらないのも当然と言えるでしょう。三人の姿に、そしてノーイエスの魅力に誰もが心を奪われた60秒。こんなにも幸せな時間を届けてくれて本当にありがとう。愛と感謝でいっぱいです。しかし、 私たちは、あることに気づき始めます。この CM、ただ楽しいだけじゃない。三人の表情、そして音楽から、何か新しいメッセージが発信されているような、そんな気がしてならないのです。例えば CM 中、高速ラップが流れるパートがあります。もしかして、あれは神宮寺君と岸君の声。そして、 平野君の声らしきセリフも聞こえたような気が。あの短い CM の中に彼らの音楽活動に対する並々ならぬ情熱が込められているのではないでしょうか。彼らは今音楽と真剣に向き合いさらなる高みを目指している。彼らの表情からそしてノーイエスの完成度の高さからそんな革新めいたものを感じずにはいられません。 表現者にとってインプットの時間は不可欠です。3人は今充実した時間を過ごしながら自らの音楽性を進化させている。この CM はそんな彼らの今を切り取った貴重な記録と言えるのかもしれません。ナンバーアンダーラインアイ平野章の歌唱力がすごい。ビアボール60秒 CM で新曲ノーイエスが想像以上にやばい楽曲。 歌番組で披露するべきビールの CM で最近話題になっているのが平野翔の歌唱力です彼の最新 CM で披露された新曲ノーイエスは予想を遥かに超える素晴らしい楽曲として称賛されていますその CM はたった60秒の間に日常生活の中で自然な姿を見せる3人の仲間が楽しむ姿を描き出していますしかし この短い時間に彼の歌声が多くの人々を魅了し、彼の歌唱力の素晴らしさが浮き彫りにされました。この CM は淡い黄色の色調で包まれており、視聴者にリラックスした雰囲気を与え、楽しい気分にさせます。その中で、将軍の表情や仲間たちとの交流が、視聴者に幸せな気持ちをもたらしています。 彼の愛らしいダブルピースやダーツを投げる様子など、翔くんの魅力が存分に表現されています。そして彼の笑顔の裏には、神くんと騎士くんという仲間がいることが伺えます。彼らと一緒にいることで、翔くんは本当に幸せそうに見えます。彼らの存在が彼に自信と喜びを与えていることは明らかです。 ファンたちもこの CM について様々なコメントを寄せています。その中には、翔くんの魅力についての絶賛や、新曲、ノーイエスへの期待、そして彼の歌唱力の向上に関する感想が含まれています。特に、彼の歌唱力の向上については、彼が音楽に向き合う時間を増やしていることが大きな要因であると指摘されています。 彼の歌唱力がどんどん向上していることに多くのファンが喜んでいます。この CM は翔くの魅力を存分に味わえる貴重なものであり、彼のファンにとっては喜びの源です。そして彼の歌唱力の向上に期待が高まる中、今後の彼の活躍にますます期待が集まっています。この CM を見たあなたは彼の歌唱力や魅力についてどう感じましたか 彼の新曲ノーイエスに期待は高まりましたかそして彼の歌唱力の向上についてどんな意見をお持ちですかぜひコメントをお寄せください。この CM で見せた彼らの姿はアイドルとしての輝きだけではありません。そこには20代後半という年齢を迎えた彼らの一人の人間としての成長が垣間見えました。彼らは ジャニーズ事務所という大きな組織を飛び出し、新たな道を歩み始めました。それは、決して平坦な道のりではないでしょう。しかし、彼らは臆することなく、むしろ希望に満ちた表情で、未来に向かって進んでいるように見えます。その姿は、私たちファンに勇気を与えてくれます。何歳になっても、どんな状況でも、 新しいことに挑戦することはできるんだと。彼らは人生における新たな章を力強く歩み始めたのです。CM の中で見せた飾らない笑顔、仲間との強い絆、そして音楽への情熱。それは彼らがこれから歩む道のりを明るく照らす希望の光のように感じられます。私たちは彼らの挑戦を応援し、 彼らの未来が輝かしいものであることを心から願っています。しかし彼らの未来はまだ白紙の状態です。これから彼らはどんな困難に直面するのでしょうかどんな喜びを分かち合うのでしょうか彼らの物語はまだ始まったばかりです。彼らの未来は私たちファン一人一人の応援によって形作られていくのかもしれません。 彼らを信じ、彼らの選択を尊重し、彼らの挑戦を支えていく。それが私たちファンにできることなのではないでしょうか。彼らの新たな角出を祝し、彼らの未来が希望に満ちたものであるようにと願いを込めて、私たちはこれからも彼らの物語を見守り続けたいと思います。ファンとして彼らの音楽活動にますます期待が高まります。 フルバージョンでノーイエスを聞きたい。彼らの音楽がこれからどんな進化を遂げるのか楽しみに待ちたいと思います。あなたは3人の変化感じましたか彼らの音楽への情熱どう思いますか